ナップジャパン公認デモンストレーターの上田とさとみです。上田とさとみのブログにようこそお越しいただきありがとうございました。このビデオでご紹介するのは、初めてスタンピンアップ、上田とさとみオンラインオンラインストアからですね、スタンピンアップの製品を、オーダーされるときに、アカウントを作っていただくんですけれども、そのアカウント作成の方法をご紹介したいと思います。まずですね、今ご覧いただいている画面は、私のブログの部分なんですけれども、はい、ブログ上部のこの部分ですね、スタンピンアップ購入という画面がある、タブがあるんですけれども、ここをですね、はい、クリックしていただくと、はい、私の、オンラインストア、スタンピンアップのオンラインストアに進んでいただくことができます。ここでですね、アカウント作成というところをクリックしていただき、はい、こちらですね、新規プロフィール作成ということで、ログインの時の ID となります E メールアドレスを記入していただきます。この E メールアドレスのところでちょっと、気をつけていただきたいのは、携帯のですね、E メールアドレスをお使いの方、アカウントの作成には全く問題ないんですけれども、一旦、オーダーをオンラインオーダーをいただいてからですね、私の方からオンラインクラスのリンクだったり、お買い物プレゼントのご希望内容だったりをお伺いするメールをですね、すぐに出しているんですけれども、その私からのメールがですね、携帯メール、携帯のお使いの携帯メールの設定によっては、パソコンからのメールを受信拒否という形になっていることがあるので、その理由で、受け取れないということがあります。なので、もしアカウントを作成されるときですね、携帯メール以外に、Google メールなどの、アドレスが、メールアドレスがある場合は、よろしければ、できればですね、そちらの方をご利用いただくと、ご連絡もすぐに済むので、この後便利ではないかなと思います。ですが、アカウントを作成すること自体には全く問題がございません。はい、あとはですね、ご自身でパスワード、そして秘密の質問、こんな風にチョイスがありますので、ご自身で選んでいただいて、これはですね、パスワードを忘れてしまった時のご自身でのヒントということになります。このあたりは通常の、オンラインショッピングをするときにアカウントを作成することと、よく似てますよね。はい、そして、このアスタリスクのところにすべて、必要事項を入れていただき、最後ですね、上記以外の届け先を希望する場合はここをクリックして、これはですね、アカウントを登録するときの住所です。住所となります。なので、実際に別の場所にアカウントを登録している場所以外に送付していただきたい、送付されたい場合は、こちらをクリックすれば、違う住所に進むことができるということになるんですね。はい、無事アカウントが作れました。そしたらですね、ログインされるとこういう画面になっていきます。ですが、この部分とかこのあたりはですね、ご覧になっている時期によってどんどん中身が変わっていきます。時々ですね、とってもお得なキャンペーンが行われたりとか、製品も新しいものがどんどん出てくるので、常にスタンピンアップのオンラインストアは内容が変わってくるんですね。では、ここでオンラインストアの中の見方をちょっとご紹介したいと思います。まず、ホームというのが今この最初の画面なんですが、こちらの左の部分にそれぞれカテゴリーが入っています。例えば、今現在、こちらはですね、毎年1月から3月まで行われているとってもお得なキャンペーンなんですけれども、その時期に今この動画を撮っているため、この部分が出てるんですけれども、それぞれね、他にもキャンペーンをやってる時でしたら、こちらにですね、その特設コーナーへ、リンクしているカテゴリーが出てくるんですね。はい、そして
で、オケージョン別というのをちょっと開いてみましょうか。そうするとですね、はい、例えばこのオケージョンというのはそのイベントにあったということなので、例えば Everyday Occasions というふうに書いてあったら、まあ日常的な、例えばはい、こんな感じです。普通に特に季節を選ばず、時期を選ばず日常的に使っていただけるタイプの、まあ、スタンプセットなんかがこのコーナーに集められているんですね。では Love, Thanks and Support というところを見てみると、はい、それに関連したスタンプセットが出てくるという形になります。次にカラーコレクションというところをクリックしてみましょう。はい、そうすると各豊富なですねスタンピンアップのカラーコレクションの一覧が出てきます。そしてそれぞれのコレクションをクリックしていくと、はい、今メロンマンボウの部分をクリックしましたので、メロンマンボウが含まれている製品の一覧が、はい、全部出てくるわけなんですね。あとペーパーアドヒーシブ、メモリーズ&モアキットという形でそれぞれのカテゴリーがあります。ここでバンドルというものについてちょっとご紹介したいと思います。この絵を見ていただくと分かるように、バンドルというのはですね、コーディネートしたスタンプセットと、またパンチ、またはコーディネートしたスタンプセットと台という形で、まあセットになったものをセットで同時に購入するという意味なんですね。でもちろん単独で購入することもできます。それぞれ別にスタンプのコーナー、パンチ、台のコーナーを見ていただくと、それぞれ単独で製品は載っているんですけれども、コーディネートしたものをですね、バラバラでオーダーするのはもったいないので気をつけてください。バンドルというのは割引が効いてるんですね。 10% 割引効きますので、コーディネートしたものを一斉にオーダーしたいときは、はい、こちらのバンドルというのをチェックしてください。さらにこの動画を作っている2020年1月の時点では、その時は、はい、2020年6月まで有効なミニカタログというのがあるんですね。なのでそのミニカタログのところをちょっと見ていただくと、はい、ここにもバンドルというのがあります。このバンドルをクリックすると、ほら、これさっき出てこなかったんですよ。はい、アンブレラ、傘のパンチは出てきたと思うんですけれども、それ以外のこの目移りしちゃうゴージャスなすごいモリモリセット出てこなかったですよね。これはですね、ミニカタログだけに載っている、はい、スイートといってコーディネートした製品、これだけのものを全部いっぺんにオーダーしたいという時のコードというかオプションなんですね。こちらはですね、もちろん一つずつ単品で、オーダーすることもできるんですけれども、この部品をすべて単品で、オーダーする場合、例えばスタンプセットの部分をバンドルにしていただければ 10% 価格にな 10% オフになっているので大丈夫なんですが、それをまあ1個ずつこんな風にやっていくと割引は効かないという形になります。ですがそれ以外のデザイナーシリーズペーパー、こういったものには割引ということではなくって、要はですね、単品でこれと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 デザイナーシリーズペーパー何回もクリックするのめんどくさいですよね。なのでそれを防ぐために作られている一括購入コードということになります。はい、では次にですね、ここに書いてある合計金額2万円になるとスタンピンリワードが付与されます、詳細はこちらというところをちょっと確認してみましょう。はい、リワードというのはですね、まあ、特典というか恩恵というかそういった意味なんですけれども、1回のオーダーが2万円以上になると
とスタンピンリワードというものが発生してきます。このリワードというのはですね、お買い物金額に対してその金額の例えば2万円以上4万円未満だとお買い物金額の 10% 分がのお小遣いがもらえるというようなイメージですね。例えば2万5000円オーダー、1回のオーダーで2万5000円オーダーされると2500円分、スタンピンアップからプレゼント、まあ、商品券といったら変なんですけれどもがつきます。それはですね、そのオーダーした時にその2500円分というのが加算されるので、まあ、フリーマネーということなんですね。その2500円分でお好きな他のものを買ってください、ゲットしてくださいという意味なんですね。リワードマネーの使い方っていうのは2種類あるんですけれども、まずリワードがつくとどうなるかっていうのをやってみましょう。はい、2万円以上にしたいので先ほどのちょっとバンドルというのを入れて、はい、例えばこのピースフルポピースイートというバンドルを入れます。この動画をですね、いつの時点でご覧になっているかによって今表示されているプロダクトが、販売されていないということはございますけれども、リワードの意味や、リワードのゲットの仕方は同じなので、参考にしてくださいね。はい、ここでショッピングを続けます。19,690 円ですね。じゃあ、あともうちょっと足せば、リワードがゲットできるので、そうですね、こちらの年間カタログからの、はい、エンベリシメントで見てみましょうか。もうたくさんあって目移りしちゃいますよね。確かあと1000円ぐらいで大丈夫、2万円になるので、じゃあこちらのエナメルドットハピネスブルーム、はい、これをバッグに追加してみます。この時ですね、一度ちょっとショッピングバッグを見てみましょう。そうすると、はい、ここ2万円超えています。そして、ここです、ここです。スタンピンリワードで2069円、2万690円でしたので、それの 10% ということで、2069円ご利用いただけます。つまり、2069円、スタンピンアップからお小遣いがもらえたという形になるんですね。はい。先ほど入れたものがここに出てきています。はい、スタンピンリワード2069円ですよというのも出てきています。では、詳細こちら見てみましょう。はい、先ほどのリワードの画面に戻りました。ここからですね、はい、スタンピンリワード、もうちょっと下を見ていくと、ソフトスプリングスタンプ、タイムフォータグ、ニューアンダースタンプセットといった形で、ちょっとですね、スタンプのところには出てこないこういったスタンプセットが出てくるんですね。これは今ゲットしていただいたスタンピンリワードのスタンピンアップのからいただけるお小遣いの金額でしか買えないスタンプセットなんですね。確か2069円ありましたので、どれでも選べますよね。じゃあこの1980円って書いてあるニューワンダースタンプセットをクリックしてみましょう。はい、ここでリワードを獲得するというのが出てきましたので、はい、リワードの先ほどのお小遣いマネーでこちらをゲットしますよということでクリックをします。はい、ショッピングバッグを見てみましょう。はい、1980円ってなってますけれども、ここは皆さんがお支払いするところではなく、はい、スタンピンリワードから1900、この2069円から1980円が引かれてるっていう形になるんですね。なので皆さん、あくまでもショッピングされた金額は2690円、こちらにその後ですね、税金とかあと送料が加わってきますけれども、製品代に関しては1980円というのは加算されてなくって、最初にショッピングバッグに入れたままのものということになるんですね。ではですね、
このリワードマネーをですね、先ほどのスタンプセット以外のものに使うこともできるので、そのバージョンをやってみたいと思います。次はそのバージョンはですね、はい、ショッピングを続けるのところをクリックしてください。そしてこれ先ほど見ていた画面なので戻っていく、そこに戻るんですが、2069円分で、実はこのリワードのスタンプセットではなく、ここに掲載されているもの、金額以内ならどれでも無料でゲットできるんですね。実を言うと2069円ということは結構ありますので、そうですね、デザイナーシリーズペーパー、何かちょっとゲットしてみましょうか。はい、ペーパークリック、そしてデザイナーシリーズペーパー、目移りしちゃいますけれども、ちょっとこのゴージャスなシーシルエットデザイナーペーパー、はい、ここです。最初普通にお買い物してるときはバッグに追加するというところしか出てこなかったんですけども、今回リワードを獲得するというボタンが出てきました。ここをですねクリックすると無料になります。皆さん、バッグに追加するというところをクリックしてしまうと、この分もご自身でお支払いということになるので気をつけてください。リワードを獲得する、これをクリックしてください。はい、そしてショッピングバッグを見ます。はい、そうするとこの欄、アイテム詳細ではなくスタンピーリワード特典という欄のところに載ってくるので気をつけてください。ここに載ってるということを確認してくださいね。この上の画面だとご自身でお支払いとなってしまいます。はい、ではついでにですね、この画面でご紹介しますが、今1回のオーダーが2万円以上という場面で、そういったケースでご紹介していましたね、リワードをゲットするためにね。ですが2万円未満の場合、私のブログの方でですね、リワードスタンピンリワードシェアクラブっていうのをやってるんですね。でリワードシェアコードというのもブログの第一面にバーンと載せてるんですけれども、ちょっと一回ブログに帰って見てみましょうか。今ちょっと、端っこになっちゃってますけど、このリワードシェアコードというところでちょっと切れちゃって申し訳ないんですが、この部分ですね、ここにですね、毎月のリワードシェアコードというのが掲載されています。またはこの上部にリワードシェアコードというページがあるので、タブがあるので、そこをクリックしていただくとこんな風にですね、その月のリワードシェアコードというのが出ています。これをですね、1回のお買い物が2500円以上、19,999円以内、ここですね、2500円から19,999円の時のお買い物にはリワードコードというのを使っていただきます。そうするとですね、プレゼントがもらえるということなんですが、そのコードをここにコーディネーターコードというところに、コピーペーストしていただくようにお願いいたします。コピーペーストしていただくと、ウェラードさとみをコーディネートとして選んでますといったようなメッセージが出てきますのでね。そうするとですね、私の方から、私企画のプレゼントにしますか、リワード製品で何か欲しいものありますかということで、本来は2万円以上オーダーしなければもうゲットできないスタンピンリワードというのをですね、2万円未満の場合でもそのお買い物金額に応じた割り当てでリワードマネーを私の方で皆さんに分割してるんですね。なのでこちらの入力も忘れないようにしてください。2万円以上ご自身でお買い物されている方にはこの部分は全く関係ありません、はい。今ご紹介したのがリワードの付け方なんですけれども、他に例えばショッピングバッグにある入っているアイテムを変更するとき、削除する場合はここ削除をしていただければいいんですけれども、
数量変更ってなりますよね。実はこの数量変更更新と書いてあるんですけれども、例えばエナメルドットハピネスブルームを2つ欲しいよ、1個じゃなくて2つ欲しいよと思った時は、この時点でもここで、はい、上書きしていただいて数量2にしました。それから数量を更新というこのちっちゃな、分かりにくいんですけれども、ちっちゃな部分をクリックしていただくと、はい、金額が今増えました、更新されています。他にはですね、実際のオンラインストアのところで、ここ今自動的に1になってますので、2というふうに上書きしていただいて、バックに追加するというふうにすると、ここにちゃんと数量2と出てきますので、2となっていることを確認して、まあ、ショッピングを続けると。いう形で変更することもできます。はい、ということで以上がですね、スタンピンアップオンラインストアでのお買い物の仕方なんですけれども、何かですねご不明な点、わからない、あ、これはどうなんだろうというのがありましたら、お気軽に、いつでもお問い合わせくださいね。そしてですね、オーダーをする前にお問い合わせをしていただくのがベストです。一旦オーダー決済されてしまいますと、実は私にご連絡いただいても変更することができないんですね。なのでこれはどうなんだろうと思った時点ですぐにご相談ください。 Thanks for watching! Happy Stamping!